渡辺義和カンチレバー橋の原理の実演。右から、ジョン・ファウラー、渡辺義和、ベンジャミン・ベーカー。渡辺義和から1932年12月4日は、日本の土木技術者、実業家。日本土木師の父と呼ばれる。旧姓、宇治橋。品濃国上稲郡兵室村にて、宇治橋瀬八の次男として生まれる。海地学校を経て、 1877年に上京し、後部大学校予備校を経て、同大学校土木科に、官備入学。在学中、24歳の時、大鳥圭介に才能を買われ、1882年、大鳥の仲介により、海軍機関総督横須賀造船所長、渡辺節さんの長女の婿養子となる。1883年、同校主席で卒業後、 公務省に技師として入省し鉄道局に勤務。1884年、退官して、英国グラス号大学に留学し、土木工学を専攻。1886年に、理学士の学位を取って卒業。サージョン・ファウラー及びサー・ベンジャミン・ベーカー公務所で、技師となり、その後4年間、カンチレバー形式による。 フォース鉄道橋の建築工事に監督係として参画。この時に、ジョン・ファウラーとベンジャミン・ベーカーと3人で一緒に、カンチレバー構造の原理を実演した写真は有名で、この写真は2007年発行のスコットランド銀行の20ポンド紙幣に、小さくではあるが載せられている。29歳の時、英国ロンドン指導部学会の会員となる。1888年に、 米国経由で日本へ帰国し、日本土木株式会社に入社、技師部長として鉄道建設の監督に当たったほか、様々な鉄道会社で技師長として鉄橋建設に関与。39歳の時、石油や重油の残子を利用して、機関車の燃費を大幅に向上させる、燃焼器の発明で特許を取得。年、工学博士。 京阪電気鉄道、東京電気鉄道、奈良電気鉄道、京王電気軌道、北越鉄道、朝鮮中央鉄道、三宮鉄道などの経営に参画したほか、関西ガス社長、東京月島鉄工所社長、東洋電気製造社長などを歴任。54歳で、東京石川島造船所社長に就任。第7代帝国鉄道協会会長。君ごと、 がんで死去。関係した会社のうち、京阪電気鉄道では1906年11月の同社設立に際して、初代専務取締役に就任。1910年の開業後、同年6月の職制改定により、初代取締役会長となるが、翌1911年1月に会長を辞任した。その後、1931年10月まで、 取締役に在任。この間、京阪電気鉄道が設立に参加した、電力会社の大道電力にも関わり、1919年11月から1931年12月まで、同社監査役を務めた。愛人との間に生まれた息子は、部下の家に引き取られ、後指揮者、朝比奈隆となった。ありがとうございます。